最後のブログ見てみるか。理事長は一体何の話をしたいんですか。ちょ、今日は朝から体の調子がおかしいって人がたくさんいるの。ゆうかちゃんが心配だわ。とにかく病院に行きましょう。これは見かけの洗脳に似ているでやんすね。お前もブログ書いてたのか。お前も一緒、お前、昨日の、いや、おい、ちょっと待て、こう、おとなしのブログにはさ、コメントしてないけど、昨日のブログにコメントしてるってことは、お前一番必死なタイプのファンじゃねえかよ。一番ダメだぞ、それ。ダメなんだって、こう、ダメなんだ、一番ダメなの、それ。一番アイドルに嫌われるタイプのファンじゃん。そういう時は嘘でもこっちにコメントしなきゃダメなの。この二人だけにコメントしてる。なんで？めちゃめちゃ昨日のこと好きじゃんこいつ。クソ必死じゃん。マジで。クリお前言えよ。クソ必死なんだがあいつ。いるよなそういうやつ。しかもさ、自分がさ、久々に出た試合だけさ、ちょっと大変だった感出してたよな。あの困り顔使ってたよね今ね。あいつら3人のシュートすごく強かったでやんすって書いてたぞ。ちょっとでも自分をよく見せようとしてる。うん、今朝から何者かの手によっていな、こいつブログ書くだろうな。私にできること、私にはお金もないし、情は全てのお得意じゃない。私には一つしかない。そう、ブログを書くの。まだ誰も閲覧していないこのブログ、キモい猿一匹からコメントしか、コメント来てない。このブログを書くことでしか私はみんなの力になれないの。ブログを書け。でも書け、夏美。お前はただひたすらにブログを書け。そして、そしてゼウスとの決戦当日、前日、ちょ、ここに一回セーブして書いたで、ブログを見るしかねえ。え、あの鉄塔にそんな意味があったなんて。遠藤君、影山を倒して本当のイレブンになろうね。鉄塔のシンボルに必ず光を取り戻すでやつ。だってさ、一回もリプついてないんだからさ、気づかなきゃそこで。おかしいよなこいつな。普通さ、多少の顔見知りだったらさ、いいねぐらいつくでしょ。何にもついてないよ。絶対ダメだからな、そういうことしたら。まあなんかでもそうやって考えると、ちょっとクリマツを使って輝かしてあげたいなっていう気持ちもなきにしもあらず。ちょっと話があるんだけど、すごく気持ち悪いんだけど、栗松くんに私ストーカーされてるのって言ってほしい。こっちに来てもらっていい？え？おい、どうしたんだよ。遠藤くん、これ私の気持ちだよ。よかったら食べて。よ、しこたまのおにぎり。これ全部昨日が作ったのか。いろいろ考えたんだけど、決戦の前に私ができることはこれかなって思ってさ。ごめんね、やっぱり多すぎたよね。ああ、私ったら何やってるんだろう。もう何言ってんだよ、お前の気持ちは十分伝わってきたぜ。ありがとな、昨日。ほんとそれでね、遠藤くん、話っていうのは、おい、みんな、昨日がおにぎり作ってくれたぞ。あれ、遠藤くん、みんな、昨日からの差し入れだぞ。え、ちぐはぐなな、遠藤、ちょ、鈍感だね。きのちゃんの素手で握ったおにぎりでやんすか。ちょうどお腹が空いていたでやんす。ありがとな、昨日。どうすか、昨日さんも。なんだ、ずいぶん単純な食べ物だな。まあ、いただくよ。なんかちょっと、なあ、気持ちに気づいてあげてほしかったよね。あいつはああいうやつなんだよ。お前もわからないわけじゃないだろ。ゴーエンジわかってるじゃねえか。うん、まあね。お前らさえいなければ、なんだよ、やる気なのか。意外と結構喧嘩っ早かったりする。
分かったぞ、この状態は。こいつらおそらく。おい、影山水、総水ってどういうことだよ。だんだん凶暴性増してない。こいつさ、第一章の時はさ、みんなでサッカーやろうよとか言ってさ、熱血主人公だったのにさ、勝ち上がりにつれて態度でかくなってきてんじゃねえか。おい、何のてめえやるっつうのか。お前こっちあれだ、全国大会出てんだぞって。おい、だんだん大きくなってない態度。うわ、ゴールキーパーやらしときゃよかった。なんかゴールキーパーとかあったらさ、縁の下でな、支えてる感あるけど、おい、だんだんちょっとなんか態度でかくなってきてるよな。おい、小木山総帥どこだよお前。俺はライモン中のキャプテンだぞって言ってそうだな。でもどうやって、ちょっと目を離した隙に。あんだって、だんだん、態度が、もうそういうやつにしか見えん。まずいな、今の稲妻ちゃんさっきみたいなやつ溢れてるんだ。もうそういうやつにしか見えなくなってきた。ダメだってことしたら、あいつは心配するだろ。やっぱり夏美のこと好きなんじゃん。あいつって、夏美さんのことなの。もう目まぐるしく人間関係が変わってきてる。珍しい。もうこっちしっとり狂ってるじゃん。珍しいね、遠藤くん。そんな風に人に気を使うの。あ、この間の事故であいつが、あいつかなり参ってたからな。だって、前回までさ、夏美って呼んでたのに、もうあいつだよ。お前とあいつだよ。ねえ。